アンナとノワールね。こうしてあんたといると、初めて会ったことを思い出すわね。ああ、そうやね。最初二人やったもんね。ごめんなさい、マリオ。私あの時言ってなかったわよね。仲間に会いたければ私についてきなさい。それなのに、またみんななんと。の？え？みんなは絶対生きてるって言って。え？そうね。彼ならきっと大丈夫だよね。うわぁ。マリオ信じてる。冷酷言ってごめん、マリオ。冷酷言ってごめんなさい。乗ってこうぜ。ほんと冷酷言ってごめんなさい。でもこれ、仲間が減ったけ、攻略が簡単になったんじゃないか？ねえ。すげえ簡単になったと思うよ。だってさ、もう細かーいことが全部なしになってるから、もう多分楽勝だと思うよ。もうどんどん進んじゃうよ、どんどん。そういうこと、スコア7000、79,999,999もういいや。おお。これは？これなんもないじゃない。あれ？本当になんもないよ。ああ、これね、敵を全員倒したら、なんかが起こるみたいな。そんな感じ？あ、これアンナ使うんだな。これ来たよ、久々にアンナ。ほらね、来た、ほら、もう、だってアンナしかねえやん。もうアンナしかねえよ。もう仲間がね、もうアンナがね、これ。来たね、これ。アンナじゃないとおかしいよ。おお、落ちちゃった。よーし。ここの謎の仕掛けは謎やったな。結構難しくなかった。多分カットだな。おそらくカット、カットしてるだろうな。ここも簡単かな。なんかね、さっきのね、ルイージーのやつのインパクトが強すぎてね、もう、マリオ、もう仕掛けは、ほんと、なんもないね。なんもなさすぎる。もう進むだけで、怖いものないよね。炎なんてなんもない。もう進むだけで、うわ、鍵。はい、扉の鍵ゲット。よーし。おい、どこだって？ミニミーで、こう進んで、行って、ね、もうね、こう戻って、はい、この土管入って、この土管がどこにあったかというとね、はい、これ次元技でね、ここに来てます。あとは鍵のとこ行くだけですよ。はい、簡単。すごい簡単。今回簡単すぎてびっくり。はい、着いたー。もう動画見てる人はね、もうカッ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 ってなってると思うんだよね。よーし。さあ、来たか？うわ、ボスじゃない、マンモス。これは次元技やな。次元技、はい。うわ、鼻伸びるね、バイバーイ。鼻伸びるね、バイバーイ。はい、ムシムシ。さようならー。うわー、食い込んでるやつやったな。はい、完全に無視ですよ。よーし。はい、来たか、これ。はい、陶芸像ね。陶芸像、ムシムシ。あ、これもう、ほんと、何も話すことないんじゃない？簡単すぎて？簡単すぎて？もうやばいよ。ほら、もうほんとやばい。ほんと簡単。ダメージ食らっていいよ、これ。ほんと簡単。もうこれもね、カットするところしかないんじゃないかっていうぐらい簡単やな。うわ、ほんと簡単。うわ、バイバーイ。もうほんと簡単やな、これ。もうムシ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 。自分でダメージ食らって大丈夫か、お前ら。うわ、ここ広いな。ここ広いな。ここ広かったですわ。ここ広い。広い。
めっちゃ広い、もうほんと広いし、広いし、お腹痛い、お腹痛いわ。あー、いや、結構どうだ、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 難しいか、いや、簡単か、簡単なら俺はもう回復せんよ。キラキラ星、星キラキラ。よーし、来たぞー。なんとか来たぞー。実はですね、カットしてるようで、カットしてます。めちゃくちゃカットしました。いやー、ここに来るまでにすげー時間があった。ほんと時間があってさ、俺もう、やべえかもと思って。その代わりね、アイテムいっぱい手に入ってる。まあいいかなと。おーおー、さらにね、さらに回復もあってね。もう全部敵無視して、全部完璧だよ。もう完璧に終わらして、ここまで来ちゃったよ。これ、来たよ、これ。で、アイテム今こんな感じですよ。これ、ウルトラキノコ缶ね。これ拾った。これも拾った。これも拾った。いいっすね。まあ、こういうの買ってるんですけど、ほんとよかった。もう、一生続くんやねんかなーって。同じステージばっかりやな。同じ風景ばっかりやなーと思ってね。さあ、ラスボスです。さあ、ラスボスですよ。何かとてつもない強い力を感じる。混沌のパワー？わる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 。おお、最初のステージ、最初のステージじゃない？あそこはいつも終わるところ。よくここまで来たではあるな。さすがは白の予言で示された勇者ではあるな。ノワール伯爵？しかしもう手遅れでは。黒の予言書の出来事はすでに最終段階を迎えている。世界は間もなく消滅する。お前たちにはもはやどうすることもできないのでは。そこでおとなしく全てが消える様を見届けるがいいでは。あなた本当にこの世の消滅させるつもりなの？一体なぜ、どうしてそんなことをしなきゃいけないの？この世の全ては無意味だ。価値のあるものなど一つもない。世にはそんな世界が我慢ならない。だから全てを滅ぼす、全てを浄化するのでは。全てが無意味だというなら私たちの出会いも意味がなかったという。答えて、エミエル。答えは分かってるだろう、エヴァ。私が何も言わずとも。しかし全ては遅かったのだ。お前もそれを分かってるのだ、エミエル。そうね、エミエル。いえ、ノワール伯爵、あなたを倒さなければ世界の破滅は止められない。そしてマリオと私はここ、それを頼むためにここに来た。わる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 。それでよい。ヨガヨガ、ヨはヨガやるべきことをのみだ。要は、ノワール伯爵の予言の執行にして、すべてを滅ぼし、消し去るものなのか。今、勇者を打ち倒し、我が望みを情報上、創造上、重要殺人。今こそ勇者を倒し、我が望みを重傷させてくれよ。世界の消滅だ。エミエル、あなた。ナス。ここは世一人でよい。お前は下がってよいのである。で、ずか。下がれと言っておる。同じことを二度言わせる。わかりました。覚悟はいいか。ならば始まるでは。世界の終わりにふさわしい戦い。わー、起きたな、始まったな。わー、今ね、ハンターハンターの王やったら、もう尻尾でぶち叩いとるわ。絶対叩いとるわ。はい、ドーン。あれ、どうしたらいいの？これ、ラスボスにね、あるまじき行為ですよ、これ。さあ、来いよ。こっちか？あ、来た来た来た。ちょっとね、めくる。あー、弱。いやー、すごそうな FF とやけど弱い。
あれ無理か無理か無理か、あー無理ー無理ー無理だな、分かってたけど、これトルナゲールで、トルナゲールでいっちゃう、トルナゲールでいって無理だったら俺もどうしよう、どうしちゃう、あ無理取れない、あ効かない、あ飛んでる、どうしたお前の力はその程度の望みか、さっさと本気を出すのではある、攻撃は効いていない、ロント本当のラブパワーがあの人を守ってるんだろう、おお、あここ乗れるんや、なんだ知らんやったわ、わいわい乗れる、いいね本当のラブパワーね、これ何回かもう攻撃与え続ければ、ほらね早い早い、もうめっちゃ早かったね、もうの早かったね、世の体にかすり一つつけられるとは失望したのでは、マリオの攻撃は全く違ってないなんて、勇者というものからどれほどと思えばこの程度だ、4には勝てる、世界の崩壊よりも一足先にここで朽ち果てるがいい、ここまでだね、なんだもう諦めるのか、誰だよ誰だ、おクッパークッパー来た、クッパー情けないぞマリオ、何度でも我が輩に向かってくる、いつもガッツはどうした、悪い悪い悪い、生きていたのか、世界は滅ぼさないわ、私たちが力を合わせて守るもの、さあさあ僕たちの生きる道は僕たちが決める、僕は諦めない、お前なんかの好きにさせるもんか、みんな一体どうやって、我が輩は床が抜けて下の階に落ちた、天井の下敷きにならずに済んだ、同じように落っこちた私を下に通りかかったクッパが受け止めてくれたんだよ、僕はどうしてかわからないけど、その先で気を失っていたのをピーチ姫が見つけたらしい、とにかくみんな合流してここまで追いついてきたってわけさ、話はルイジーから聞いた、さあ我が輩が覚悟しろ、ドア楽勝、4人の勇者の登場というわけだよな、ね、これは私たちの体が、あピュアハートね、あー来たな、これピュアハート、ピュアハート、あーやべえ、あーピュアハートじゃねえよ、ピュアハートの一人誰だっけ、最後のラブエル、ラブエル、ラブエル、ワルワルワル、世の体を覆う守りの力が砕かれた、4人の勇者を通じるとき輝く希望の光が絶望の壁を打ち破る、サンデールが言ってたことはこのことだったのね、そう来なくては、しかし喜ぶのは早いのではある、世の息を止めるまでは世界を救ったことにはならぬ、さあ改めて始めるのではある、本当の戦いを、よーし、なんやねん、もう攻撃しまくればいいんだろこれ、うわダメージ食ったな、よいしょ、おお、今の攻撃何、ね、8、攻撃しまくるよ、関係ないよ、あこれルイジ使える、ルイジ使いたい、あクッパーもいいね、あクッパーいい、あクッパーこれクッパーでとどめたね、あ痛い、クッパードーン、あもうちげー、あこれずるくない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 、パーンじゃー、うわー強えクッパ強え、うえっとゴリ押しいいんかいこんなことして、うわーこんな星のカービィの最後のボスみたいな感じだな、ヘイドーン、あーザコースやさ来いよー、ほらどうした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 、あーやめてーあいや、いいっすね、いいっすね、今のいいっすね、いいっすね、いいね、お前自分から来るなって、おい、あ、痛い、あ、待て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 、うわっと危ない、いいっすね、すごいよ、どうしたノアル、はい、ノアルドーン、
レベルアップここでレベルアップあ、倒した。お、レベルアップした瞬間倒した倒した倒した。うわぁ、ブラックピアハウス疲れてんなお前。見事だな、伯爵様。この勝負お前の勝ちだ。さあとどめを刺すがよい勇者たち。世の命が失われば本当のラファーは消え、予言も止まるであろう。どうしてこんなことを、どうしてこんなことに。エマ、君がいなくなったあの日からわしは君を探し続けた。探し続けた。とても長い間探し回った。だが君は見つからなかった。私にとって君のいない世界など何の意味もない。だから私は我が家に伝わる古代の民の禁断の予言書、黒の予言書を使いこの世界を滅ぼしてくる。消えてしまった君の愛にこの世界を捧げるために。でも私今ここにいる。もう誰も私たちの間を避けようとはしないわ。もう手遅れだ。私は罪を犯しすぎた。さあもう終わりにしよう。君が生きていることを知る。そして君がいるこの世界を滅ぼさずに済んだだけで私は満足だ。私はもう長くない。私は今世界が滅びる前に私の命を止めなければならない。そんな、せっかくあなたに会うことができたのに。伯爵様。あ、デイメン。伯爵をかばうとは余計なことを。あー、デイメンの声忘れた。せっかく僕が伯爵を楽にしてあげようと思ったのにさ。デイメン、あなた生きてたの。当然じゃないか。僕がこの時を待っていたんだ。たとえ伯爵が死んでも僕が代わりに制御し続ければ混沌のパワーは消えないはずだ。でも伯爵は倒すには僕では無理。ピアハートの力が必要だ。だから君たちに代わりに戦ってもらったのさ。そして伯爵との戦いでピアハートの力も使わせた。ありがとう。なんですって？では全て諦めなかったことにして君たち全員ここで始末してやろう。さあおいで緑の男。うん、なんだって。体が勝手に。おう、緑メイメイ様、なんないとご命令くださいよ。それはいつからの。さっきルイルイ君と戦った時に種を植えて続けておいたんだ。こうなることを分かっていたから。ルイージ、見せてあげなよ君の本当の力を。さあ最高のショーの始まりだ。え、本当にこれあるの？え、これラスボス？こっちがラスボス？黒の予言書に書かれた通りだ。彼の体は本当の力の噂に聞きたり。あとは僕が彼と一つになれば。よせ！伯爵、もう君はもう用済みだ。勇者を倒した後でゆっくり始末してあげるよ。それまではあっちに行ってな。これで混沌のパワーは僕のものだ。僕は
この力で今は世界を滅ぼし、新しい完璧な世界を作るのさ。じゃあそろそろ始めようか。僕が全てを手に入れ、深海の王になるための舞台を。うわ、マジかよ。うわー、今レベルアップしたばっかりだから、もう、ボッコボコにしてやるよ。これ、これ、本当の道から関係ない関係、しらん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 。うろ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 。しらん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 。うわー。今の僕は何をしても無駄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 。さあそろそろあっちの世界の滅ぶ時間だ。自分の無力さをかみしめながら君たちもここで消えるがいい。レイ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 、やべえぞ。ああ、世界が、この時が来てしまったか。無念である。このままじゃ何とかして、マイルたちを助けてあげないと。助けに行ったところで同じことだ。ピアハートの力を失った今、予言の、滅びの予言を止める方法はない。もう諦めるしか。何を言ってるの？二人で約束したじゃない。必ず幸せになろうって。それともあれは嘘だったの？嘘ではない。しかし混沌のパワーを失い、命すら消えようとしている私、今の私には何もできぬのだ。エミエル、シャキッとしなさい。二度と会えないと思っていた。私たちがこうして一緒にそばにいるのはどうして？それは生きていたからよ。どうせ絶望しても生きていたから、こうして出会えたのよ。だから私は諦めない。生きて、約束を果たすのよ、絶対に。そうですよ、伯爵様。誰だ？あ、おうおう、お前らお前らお前ら、来たか来たか。あ、そうよね、死んでるわけないよね。お、お前たち、どうしてここに。私は伯爵様のところなんて何でもわかるんです。嘘ですよ、ナスが教えてくれたんです。ここに伯爵様がいると。いえ、そんな気がしたというわけですが、ナス、ナスには完封させていただきました。身を挺して伯爵様をお守りするとは。しかし、このドドンたちの伯爵様のために捧げた命、この気持ちは変わりません。どうか、どうかこのドドンにお手伝いさせてください。てめえなんか言いなりになるのはまっぴらごめんよ。たとえ騙されたとしても、私が使えるのは伯爵様だけですわ。お前たち、ぬ、これはピアハート。なぜ、何を言ってるの、エミエル。ピアハートは人を思う気持ち、純粋な愛があれば何度でも力を発揮するのよ。これを私に、マリオたちに届けてくるの。わあ、いい話やん。あ、すげえいい話やん。さて、これ以上は時間の無駄だ。そろそろ終わりにしようか。じゃあ、アデュー。ん？なんだ？バカなピアハート。ピアハートの力は伯爵との戦いで失われたはず。これは一体、無敵の力が失われて、クッパー回復、全回復。レベルアップしたのに。これでもう大丈夫。ピアハートが私に力を与えてくれた。さあ行きましょう。アンマー、うん、分かった、行くのである。うわ、マジかよ。いいじゃん。あ、食らわね。
せいや。クッパで倒しちゃうよ、もう関係なくね。はい、このゴリ押し感ね、このゴリ押し、このゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押し。あ、これルイージーがいないのはちょっとあれやな。いなくても大丈夫、いなくても全然ゴリ押しできる。はい、シャン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 。はい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 。こっちはクッパやぞ、大魔王クッパやぞ。負けるわけねえじゃん。うるせえうるせえなぁ、これもっとうるせえな、これ。うわーしゃーい、どうすかーい、どうすかーい、どうすかー、うえー、終わったー。ぐっか、ああ、こんなバカなことが、僕が簡単なラブパワーとルイージの力を得た僕が破れるなんて、予言が覆された。予言なんていうものの存在ものが間違っていた、そういうことじゃないかしら。でもお前は予言を信じたが、我が輩は我が輩たちを信じた、それがお前を破れた理由だ。うわ、かっこいいこと言うなお前、かっこいいなお前。生まれる前から決まっていることなんてない、ありはしない、運命は変わっていくの。さよならデイメン、あなたが負けたことは後で予言書に書き加えておくわ。これで終わったと思うか。まだ何も終わっていない。君たちは予言から抜け出せなどいしない、逆らえはしないんだ。とっておきのプレゼントを君たち残してあげよう。うははは、さらばだ、ポンチャーだ。あ、ルイージ持ってきたか、もう持ってこんかと思った。ルイージが死んで最後終わりみたいな。やべえやべえと思って。あれ、僕はここで何。さあ、お、デイメン来た。世界の崩壊がここにも訪れようとしているようだ。デイメンを倒したのに予言の褒美が止まらない。持ち主の命が失われれば混沌のパワーも消滅するはずだが、デイメン、消滅する寸前に最後の力を残してから、わずかの時間しか制御できぬが、世界が滅びるまでの時間であれば。じゃあどうすればいいんだ。一つだけ残された手段がある。こっちだ。ここはあの時の、ああ、あれだよ、結婚式のやつな。エマ、今でも私を愛してくれるか。ええ、見える、もちろんよ。ならば一緒に来てほしい。伯爵様、どうするおつもりですか。もう一度ピュアハートを出現させ、その力を使って混沌のラグアワを打ち消す。誠の力があればそれがきっとできるはずだ。だがおそらく本当の力とともにピュアハートとそれにつながるものを消滅しまうのであれ。それってもしかすると伯爵様が消えてしまうということですか。そんな伯爵様が消えてしまうなんてまれな嫌です。これは私が引き起こしたことだ。私がけじめをつけなければならない。それにどうせ私の命はもう長くない。ただエマ、君を道連れにしてしまうことだけは私には辛い。しかしもうこれしか世界を救う方法はないのだ。ええ、分かってるわ。エマ、何も言わないで、見える。あなたと一緒ならそれだけでいいの、私。ああ、もう世界だ。いやー、いいなこれ。
行こうエマ。はい。おい。話したいことがいっぱいあったはずなのに、なんだか言葉が出ないな。全然わからん。ふふふ、大事なことは一つだけよ。そういえば、さっきあなたには聞いてなかったわね。エミエル、私のこと愛してる？もちろんだ。君がいなくなってから今日まで、君のことを思わなかった日はなかった。しかし私は君をずっと苦しめてしまった。そうね。あなたがいなかったらあんなに辛い思いはしなくて済んだかもね。でも君じゃなきゃダメだったんだ。だから謝らない。それでいいわ、エミエル。愛してるわ。私もだよ、今。100年先も、1000年先でも永遠に君だけを愛してる。が収まらん。間に合わなかったのか。待って、何か聞こえる。うん。鐘の音。綺麗な音。まるで二人を祝福してるみたい。エマ、あの日の約束を覚えてるかい？ええ、覚えてるわ。もしこの世界に二人が幸せになれる場所がないなら、それを一緒に探しに行こう。一緒に来てくれるかい？もちろんよ、エリネール。私はずっと一緒よ。兄さん。目が覚めたかい、兄さん。おお、ナスが息を吹き返したぞ。ナス、ナス、なんたる奇跡。うおお。私よ、生きてる。マリオ、あれを見て。あれを見ろ。全然違った。あ、次元の技が落ちていくね。ああ、なるほど。滅びの予言が消えたように、証拠じゃ。これで世界は救われた。予言は力を失い、消えてしまった世界も、今頃戻って、元に戻っているに違いない。よくやってくれた勇者たちよ。みんな、お主たちのおかげである。ところで、アンナはどうした？そうか、行ってしまったか。いや、これもすべて、
ピアハートの導きだったのかもしれん。アンナとノワールはどうなってしまったのかしら。考えたくはないわ。やはり予言を消滅させたときに。いいえ、生きています。お二人はやっと会うことができたんです。昔交わした約束を果たすために長い時を超えてやっと。伯爵様、どこかでエマ様と一緒に幸せに。私はアクシャク様、私はどこだと思った。これからどうすればいいんですか。ナス、伯爵様は生きてると信じてる。だから伯爵様には恥ずかしくないよ。我らの理想の現実のためこれからも頑張ればならん。それだけだ。そうよ、なっちゃん。一緒にイケメンハーレムを作りましょう。あなたがいれば大丈夫だよ。ほら、元気出して。どうぞ。まあね。そうですわね。いつまでもメソメソしていたら伯爵に叱られます。私は本当の心が求めていた理想。誰もが同じように人を愛せる自由で争いのない世界を作らなければなりません。分かれば悲しいもの。じゃが生きればそれは避けられぬことである。この悲しみは生きている証。生きていればこそ見切り開ける未来がある。である。さて、腹が減ったのであろう。トロシーに祝いを頼んでおいた。うまいものをたくさん食って旅の疲れを癒すのである。おお、そう来なくてはな。行くぞみんな。リアルさん、ピーチ姫、アンナ、いやエマか、あの子は幸せになれたのであるかな。もちろんよ。はっはっは、そうであるな。さて、わしらも行くか。こうして滅びの予言は消えたり、世界に平和が戻りました。クルーの予言は再び歴史の影へと封印され、最後の野茂春子のあったエミエルはその恋人エマと共に姿を消しました。二人はどこへ行ったのでしょうか。それは誰にも分かりません。これでとにかく封印の予言書のお話はおしまいです。ではまたいつかどこかで。また首痛え首痛え喉痛え。はい、ザ・エンドということで、今回のスーパーペーパーマリオいかがでしたか。とっても楽しかったです。いや、とっても楽しかった。あのね、最初の辺はね、なんかなんこれ簡単じゃねーとか思ったんですけどね、後半話が良くてですね、もうほんと話が良くてですね、やりきれねーと思ったね。
話よくてもう、ほんと話よくてもう、動画で絶対流したいなーとか思ってね。ちょっとレベル上げすぎたところがありますけどね。ラスボスがちょっと簡単すぎたんですけどね。まあ、そこら辺はね、いいとして。一応ですね、これ、まあ、最後、勘みたいな感じになってると思うんですけど、まあ、続編をね、作ろうと思ってるんでね。続編、ちょっと攻略サイトを見て、まだ行けてないところね、あったらやっていこうかなと思っております。いやー、よかった。本当によかった。ということでね、ここまで見てくれた人は、本当ありがとうございます。次回を楽しみにしてください。あー、よかったねー。うん、よかったよかった。